あんたたちのおかげで一段落ついたよ。本当にありがとう。これはクライブ様。ようこそお越しくださいました、クライブ様。バイロン様の筆頭執事ラザフォードにございます。いつぞやおじさんの家を訪ねた時以来か。ええ、ご無沙汰しております。あなたの手紙を読んで話を聞きに来た。ご厚情痛み入ります。ぜひクライブ様にご助力いただければと。話してみろ。我々は現在風の大陸の動向を調査しております。というのもこの空模様になってから各地は混乱、各国の中枢もほとんどが機能しておらず、その収束にはほど遠い状況となっています。このままでは次々に現れるアカシアの脅威だけでは済まない。人の手による強奪や殺戮が広がり、大陸中に拡散する、未曾有の大混乱が起こる恐れすらあるのです。そうなる前にできる限り事態を収めたいというのがバイロン様のご意向でして。俺も同感だ。今は人同士で争っている場合じゃない。そこで有力者に仕える羊たちと共に他国での調査を進めていたのですが。何かあったのか。ええ、うち2名からの知らせが途絶えたのです。彼らに何があったか現地の状況確認のためクライブ様にご助力をいただきたく。なるほど、穏やかではないな。その二人はどこへ。一人はダリミル宿場へ、もう一人はノースリーチに向かっていたはずです。わかった、協力しよう。まずはダリミル宿場に向かってみる。ありがとうございます、クライブ様。どうかくれぐれもお気をつけて。羊の一人はこの町で知らせが途絶えた。見つかるといいが。悪い奴ら、みんなでやっつけたんだよね。自警団の人たちのたくましい。奴らは おい、さっさとご主人様に伝えろ。たんまり金を持ってこいってね。それはできない。金が出せないってんならお前を殺して身ぐるみ全部いただくしかないが。あなたは。下がってろ。おい貴様、何のつもりだ。まさか俺たちダルメキアの正規軍に歯向かおってんじゃないだろうな。その正規軍が恐喝行為とは感心しないな。傭兵ごときが生意気な。気に食わんやつだ、片付けてしまえ。
風悟の私兵ならまだしも、正規軍までこの有様とは。やはりあなたはクライブ様、助かりました。ラザフォードの手の者か。さようにございます。彼に頼まれて助けに来た。兵士たちと揉めていたようだが何があった？はい、私はラザフォードの命でダルメキア共和国の動向を調査しておりました。先日ダリミルに入り、調査のために軍と接触したところ、彼らに身柄を拘束されたのです。そうだったのか。その後なんとか逃げ出したものの、今度は先ほどの兵士たちに捕まってしまいまして。ダルメキアは国の中枢が機能していないと聞いたが、軍の指揮系統も相当に乱れているな。ダルメキアでは一部の兵が暴徒と化しているようです。この状況を見るに、軍の上層部も把握できていないか、制御しきれていないのでしょう。状況は分かった。お前は一旦ラザフォードの元へ戻るといい。彼も心配している。承知しました、クライブ様。こたびは助けていただき本当にありがとうございました。ここまでひどいとは。これでは国を守るどころではない。もう一人の執事が向かった先はノースリーチと言っていたな。ノースリーチだ。もう一人の執事を探そう。おい、大丈夫か？ええ、なんとか。もしや、クライブ様で？ああ、そうだが、あなたは？私は、ロックフォード。ロザリア七家族が一つ、アリアンヌ様の筆頭執事を任されております。アリアンヌ、大場気味の家系だったな。ラザフォードの依頼でお前を探しに来たんだ。一体何があった？はい、ザンブレク公国の動向を調査していたところ、とある村が野党に襲われる様子を目撃しました。奴らの動向を探るためここまで追ってきたのですが。返り討ちにあったか？ああ、面目ございません。ですが目の前で罪もなき人々が殺されていくのを見過ごすわけにはいかず。野党どもはどこへ？この先の街道に向かったかと。あとは任せておけ。野党どもは俺が倒す。お前はもう少しここで休んでいろ。クライブ様、ありがとうございます。どうかお気をつけて。あいつらここでも人を。なんだこいつ、やっちまえ。Yeah!
りだ。怪我はなさそうだな。早く町まで戻るといい。あ、はい、ありがとうございます。ご無事でしたか、クライブ様。休んでいろと言っただろう。申し訳ありません。しかしいても立ってもいられず。野党どもは片付けた。行商が襲われていたが、そっちも無事だ。感謝いたします、クライブ様。しかし町からそう遠くない場所でところ構わず人を襲うとは。各地の混乱で物流が停滞し、食料不足が起き始めています。一部では混乱に乗じた値上げも行われている始末。そのため限られた物資を求めて略奪が横行しているようなのです。何か策を打たねば、野党どころか市民すらも強奪に手を染めかねません。ロックフォードと言ったな。まずはしっかりと怪我を治せ。この先調査を続けるにしても体が持たないぞ。はい、承知しました。いろいろとお世話になりました、クライブ様。今回の件は主人へ報告し、必ずや礼を。当然のことをしたまでだ。気にするな。ありがとうございます。それでは失礼いたします。未曾有の大混乱か。この状況ではいつ起きてもおかしくない。こんなところか。ラザフォードに報告しよう。ラザフォード、戻ったぞ。クライブ様、こたびはお力添えをありがとうございました。羊たちから知らせがあり、事の次第を把握したところです。あなたに助けていただいたようで。二人とも無事でよかった。それにしてもどこも思った以上に荒れているようだ。ええ、大混乱は目前に迫っているのかもしれません。すぐにでも策をまとめ動き始めねばならないでしょう。今回調査した件はバイロン様に報告の上、早急に対処いたします。ああ、そうしてくれ。人が少ないわね。おかえり、クライブ。食材の方は見つかった？ああ、二つとも揃えてきた。ハルポクラテスのおかげでなんとかなったよ。これが。それでこの食材って結局何だったの？トビトカゲの肝とはワイバーンの肝。ドラゴンの薬草はセイントボンネットという薬草だった。ワイバーン？トビトカゲがあんな大きい魔物だなんて思わないわよ。でもどんな味なのかはちょっと興味あるわね。食材が正しいなら今度こそうまくいくはず。
早速調理してみるから待っててちょうだい。はい、完成。魔物レバーのフリットよ。試食はイヴァンがお願いね。そもそもあんたがしつこく頼んできたんだから。ええ、望むところです。それにしてもなんて美味しそうなんだ。いただきます。うっ、ええ、また失敗。これがワイバーンの肝。外はサクサク、中はふわふわ。濃厚な食感とともに薬草の爽やかな香りが駆け抜けていく。この味わいに乗れば遥か彼方までジャンプできそうだ。今の僕は空を制した竜騎士です。成功したみたいじゃないか。もうヒヤヒヤしたわよ。でもこれなら安心して出せそうね。はい、これも絶対に人気料理になりますよ。僕が保証します。でも人気が出たらワイバーンをたくさん倒さなきゃ。その時はまたお願いしますね、シド。ああ、またいつかな。やれやれ、とんだ騒ぎになっちまった。ごめんよ、ばあさん。俺、ばあさんを守らなきゃって。ばあさんはこんな俺を引き取ってくれた恩人だから。確かに私は親に虐待されてたあんたを買い取ったさ。この右目の代わりになると思ってね。だから店のことをやってくれてるだけで十分だ。余計な心配をしなくていいんだよ。でも俺はまだまだばあさんの役に立ちたいんだ。そこまで言われちゃ仕方ない。これからはもっと頼らせてもらおうか。うん、任せて。頼もしいじゃないか。独り立ちしてくれりゃいいんだが、いつまでも子供みたいで参っちまう。世話をかけたね、クライブ。今回の礼だよ、取っておいてくれ。カローン、これからもよろしく頼む。なんだい、改まって。私はこの場所を気に入ってるんだ。もうしばらくは好き勝手させてもらうよ。ようクライブ、さあ見てくれ。じゃあな。来てくれたんですね。支援品の確認ですね。こちらの品ですね。時々覗きに来てくださいね。
この遺跡を渡っていけそうだ。近くに動く異物がいるかもしれない。注意して。敵がいる。勇者ってどんな方？とても真面目でいい子さ。タボールで合流したらみんなにも紹介するよ。旅のお方、もしやあなたも一山当てに関連。くそ。おい、
大丈夫か？傷が深いな。一体何があったんだ？アカシアにやられた。俺たちの八重地がエーテルたまりに仲間がみんなアカシアになっちまった。なあ、あんた傭兵かなんかだろう。恥を忍んで頼むよ。この先にタボールって村がある。俺たちはあそこによく世話になってな。村が襲われる前にアカシアを仲間を始末してくれないか。わかった、引き受けよう。オンニキル、この道を進めば俺たちの野営地だ。頼んだぞ。申し訳ありません、ウーゴ様。こんなところで。おい、しっかりしろ。アカシアを倒さなければ。急いで八重地に向かおう。エーテルだまりだわ、こんなところにも。大地のエーテルが大きく乱れてるんだ。この兵士が言っていたアカシアだな。大丈夫か？怪我をしているな。ああ、なんとか生きてるよ。あのアカシアたちはお前が倒したのか？奴らを始末してほしいと頼まれた。この野営地の兵士だったようだが。俺の仲間だ。そいつはどこにいる？残念だが。そうか、アカシアはいなくなった。これならタボールも襲われないはずだ。仲間に代わって礼をさせてもらう。受け取ってくれ。
そういえば、お前の顔、どこかで見たような。勘違いだろう。いや、確かに見覚えが。思い出した。貴様は、シド。コストニゼ難民会では世話になったな。俺はまだ、貴様の雷は覚えているぞ。お前たち、フーゴの私兵だったのか。悪いが、ここで争うつもりはない。うるさい、剣を抜け。フーゴ様の仇、今ここで撃たせてもらう。怪我人を斬る趣味はない。まずはその傷を癒せ。それにお前もダルメキアに仕えていたのだろう。少しでも人々のためになることをするんだな。黙れ。貴様のような大罪人に説教をされる筋合いはない。ならさっさと立ち去れ。ここにいると危険だ。貴様、本当にあのシドなのか。フーゴ様からは極悪非道と聞いていたんだが、明らかに想像とは違う気が。どうした、動けないなら手を貸すぞ。誰が貴様の手など。次に会った時は容赦しないからな。覚えてろよ、シド。もうすぐだ。来たことがあるのか。うん、何度かね。おや、旅人かい。このタボールに来るなんて。どこで従者と。ここの民家の一つ、入ってすぐのところだよ。お初にお目にかかります、閣下。私はヨーテ、不死鳥教団の一翼にして我らの宗主たるジョシア様の警護を務めているものです。なるほど、あなた方がジョシア。不死鳥教団って。ロズフィールド太后家を陰から支えてきた一族だ。接触が許されるのは太后位の継承者のみだから、俺も多くは知らない。フェニックスゲートで行われていた典型の儀式を取りまとめていたのも彼らだよ。18年前のあの日、僕は教団に保護されていた。そしてロザリアを出てからは
彼女と一緒に旅をしてきたんだ。ヨーテがいなかったら、おそらく僕は今日まで生きていない。立ってくれ、ヨーテ教。心から感謝を。弟をよく守ってくれた。身に余るお言葉。ヨーテ、例の件の報告を。はい。ご推察通り、クリスタル自治領の最下の晩に沖合にあった船影、あれはアインヘリアルに間違いありません。やはりそうか。待ってくれ。アインヘリアルが出てきているだと。ウォールード王国の帰還だぞ。ドレイクファングの件にウォールードが絡んでいたのは僕も知ってる。その陰にもアルテマの気配を感じて、教団を使って少し調べていたんだ。アインヘリアルは最下の混乱に乗じて自治領島を離れた後、カンベルへ向かっています。それじゃ今カンベルを襲っているというアカシアは、ウォールード軍の慣れの果て。そして帰還が出ている以上、国王バルナバス・ザルムもきっと近くに。このままではうちの倉庫が。足跡もはどこから。そんなこと言ってる場合か。状況ではやってられ。この議事堂は平気なんだろうな。ああ、ここの都市警備隊が働いてくれている。所詮は金で雇った傭兵だろう。少しは静かにできないのか、旦那方。商材も船もみんな壊された。まともな荷物は何一つ残っていない。カンベルはもうおしまいだ。この後に及んで金の心配とは見下げた卑しさだな、商人。金のことすら思案できん為政者が一体何になる。何を貴様。お集まりの皆々様、おごそかな議会を騒ぎ立ててしまい申し訳ございません。あなたはウォールードの王がなぜここに。この館はいかがです。ひとときの滞在には手頃な広さかと。よかろう。王よ、お助けください。どうか外にあふれかえるあのアカシアどもを。金がいるようでしたらいくらでもお望みの額を工面いたします。王がこの場にいらっしゃることこそ神のおぼし召しに違いありません。どうか我らをお救いください。知れ者もよくさえずること。バルナバス王よ、知らせによれば町にあふれるアカシアどもはそのほとんどがウォールード兵だという。ご説明いただけるのでしょうな。もしや貴公らが送り込んだのか。出会え、この者たちを捕らえるのだ。くだらん。ごときに神が一体何を思うというのだ。シドルファスの意志を受け継ぐ小娘、あれもまたミュトスとつながる思念の一端。小娘の思念に惹かれて、じきにミュトスがこの地に現れよう。丁重にもてなせ。
はい、仰せのままに。ミュートス。バハムートを食ったお前の力、見せてみろ。それじゃ、ウォールードはすでにアルテマの手中にあると。おそらくね。ここ数年のウォールードの動きは、国王が進んで手を貸しているようにさえ見える。アルテマは一体何を企んでる。ヨーテ、あの絵を。フェニックスゲートやドレイクブレスにあったものと同じだわ。古い時代の宗教がさ、今はもうすっかり廃れてしまって、当初の教えは残っていない。フェニックスゲートのものも形式的で、特に意味はないんだ。でもこの絵こそ、奴の目的を知る鍵だと思ってる。全ての召喚獣を従える存在、これはきっとアルテマのことだろう。アルテマは人知を超えた、そう、まさに神と呼ぶべき存在だ。そしてウォールードの国王バルナバスザル、召喚獣オーディンのドミナントも奴の元にある。目的はわからない。だけど兄さん、アルテマが兄さんを狙っているということだけは間違いないんだ。十分に気をつけてほしい。ああ、分かった、そうしよう。彼女に兄さんの仲間のことを伝えても。構わないさ。ヨーテ、僕たちはこのままカンベルへ向かう。君は兄さんたちの隠れ家に向かい、そのまま警護についてほしい。オミア・ラステラン・トゥ・イサゲリス、大きな戦いがこの先訪れる。君の力で皆さんを守るんだ。しかしジョシア様。兄さんが僕を守ってくれる、大丈夫。はい、あなたの望みならそうします。ですが決して危険なことはなさらないで、どうか。気をつけよう。それでは失礼します。ご分を。ありがとう、両手。行こうか、兄さん。いい住所を持ったようだな。助かってるよ。さあ、カンベルへ急ごう。儲け話に乗らないか。あんた傭兵だろ。いい儲け話があるんだが乗らないかい。内容次第だな。まあ話だけでも聞いていきなよ。つい先日行商からの噂を耳にしてな、
ローレンナ・ドレッド・エビスがコラバ牧地に現れたと。獰猛な魔物だが、長く生き抜いた奴の外皮は一級品だ。そいつを取ってきてもらいたい。その皮をどうするんだ？俺は皮職人だぜ。あんたが取ってきた外皮をなめして売りさばくのさ。上質の皮は高値で取引される。ローレンのものとなれば破格の値がつくだろう。分け前は俺とあんたで半分ずつ。どうだ、いい話だろ。分かった、乗ってやる。そう言ってくれると思ってたよ。こんなご時世だからこそ稼げるときに稼いでおこうじゃないか。コラバ牧地はそこから出た先だ。道中の関所を抜ければ見えてくるだろう。それじゃ朗報待ってるぜ。いらっしゃい。はいよ。皮は大事な売り物だ。そこの若者よ、そこの若者よ、ちょっと良いか。何の用だ？見るからに体力はありそうだ。わしの研究を手伝ってみる気はないかな？研究？あんたは学者なのか？こう見えてその界隈では名の知れた民族学者でな、遠方からはるばるやってきたのだ。ここタボールの成り立ちを研究しておったのだが、この村の複雑な構造がわしの想像をはるかに超えておっての。歩き回っとるうちに足腰を痛めてしまって、もう動けんのだよ。そこでだ、わしの代わりに調べ物をしてくれんか。もちろん報酬は弾むぞ。どうだ？引き受けよう。何をすればいい？この村に石碑があるのは知っておるか？ほら、あそこ見てみ。あの丸屋根の下だ。村の南と北、さらに東に一つずつある。あれには碑文が刻まれておるはず。何が書かれておるか確かめてきてくれ。その内容さえ分かれば研究もはかどるだろう。碑文か。分かった、少し待ってろ。うむ、それでは頼んだぞ、若者よ。その革の靴、履き心地はどうだい？最高だ、さすが。シリルさんって不思議な人だよな。この宝石はカンベル、この箱はダリミル。いい革だ。
近くにエーテルだまり。マザークリスタルの伝承か。村尾さん、持病が良くなったって。シェリルさんからいい薬をもらったようだ。遊牧民がここに移り住んだようだな。いつもお肉をありがとう。この空模様で獣たちも戦ってるな。そろそろか。狩猟文化で発展したのか。石碑はこれで全部だ。あの学者に報告しよう。川の切れ端を持ってきたぞ。川は大事な売り物だ。碑文を確認してきたぞ。さすがだな若者よ。仕事が早くて助かる。それでは早速碑文の内容を聞かせてもらうとするかの。まずは南の石碑からだ。あれには何と書いておった？ダルメキア共和国を守りし者の一派は。この村がダルメキアの。もう一度考え。マザークリスタルを守りし者の一派はこの地に礎を築いた。クリスタルが輝く限りその血筋を絶やしてはならない。これで間違いない。なんとタボールを築いた祖先はかつてはマザークリスタルを守っていたと。だがなぜ彼らがこの地を選んだのか実に興味深い。続けよう。北の石碑には何と書いておった？黄金の平原を渡る遊牧民はこの地に安息を見出した。タボールにとどまりし後もその誇りは失ってはならない。確かこう書かれていたはずだ。ほう、遊牧民族がこの地に居ついた。彼らの文化と混ざり合ったということだな。よし、次で最後だ。東の石碑には何と書いておった？大地の恩恵を受けし狩猟部族はこの地に繁栄をもたらした。タボールを守りし万物の恵みに感謝を忘れてはならない。そう書かれていた。確かにタボールは狩猟文化によって支えられておる。それは外からもたらされたものだったのか。マザークリスタルを守りし者の一派と遊牧民、そして狩猟民族か。しかも内容から察するにどうやらそれぞれ異なる民を指すようだ。
このタボールの独特な文化は異なる文化が混ざり合ったがゆえかもしれんな。それにしても石碑ごとに異なる民のことを刻むとは研究のしがいがあるわい。役に立てたようだな。協力に感謝するぞ若者よ。約束の報酬だ、受け取ってくれ。川は大事な売り物だ。